Thank you.
私たちの告白は主の血潮によって変えられました。私たちは主にある希望を告白していきましょう。
頼すべきお方、信頼すべき言葉は主はあなたご自身です。今日もあなたが必要です。私たちはあなたがなければ、あなたなしでは何もすることができないからです。あなたの御言葉、それを今日私たちもっと深く教えてください。昨日よりも今日、今日よりも明日、もっと深くあなたのことを知りたいです。もっと深くあなたのことを愛したいです。主はあなたこそ私たちの我が足の灯火、我が道の光です。あなたの御言葉についていくものとさせてください。今日あなたの御言葉に私たちの全てを委ね明け渡します。
ましょう。主に捧げていきましょう。この命を主よ、あなたに全てを捧げます。私たちの握っているものを今あなたの前に捧げます。
であり、この方こそが私たちの主であり、この方こそが私たちの答えであることを感謝します。すべての知恵と知識の宝がイエス様の中にあることを感謝します。イエス様こそが私たちの答えです。この方だけに目を仰ぎ、この方だけに目を止めます。そしてイエス様に私たちが目を上げるとき、私たちは主の栄光に輝くことができることを感謝します。昨晩祈りの中において、朝まで祈る中で一つの答えを得ました。主は今日本当にこの礼拝においてご自身の満ち満ちた満たしを私たちに与えてくださるということです。すべての思い煩い、それを主の前に委ね、そして私たちの中にそれに引き換えにして全く平安、完全な平安、主の満たし、主の答えが与えられることを感謝します。今日この日は主にあって新しい扉が開かれていく、その突破口となることを感謝します。主ご自身が私たちの中に答えをくださるその日であることを感謝します。人の力、人の方法を超えた主の満ち満た、満たしが私たちのうちに注がれるその日であることを宣言します。今しばらく私たちに祈りたいと思います。まず主の御前に告白しましょう。すべての重荷を十字架の前に置きます。私が持っている重荷あなたに委ねます。心配あなたに委ねます。主が私のために心配してくださるためです。今しばらくそれぞれのことを持って祈っていきましょう。主の御前に両手を広げてください。主の行為と恵みによって私たちは神の子とされ、イエス様の血によって清められ、そして主のこの行為と恵みを受け取るその神の子供とされていることを感謝します。今日答えが私たちのうちに与えられます。今日全ての今まで私たちを捉えてきたその扉、それが開かれて突破されていく、その突破口が開くその日であることを宣言します。イエス様ご自身が鍵であり、イエス様ご自身が答えであることを感謝します。私たちはそのことを信じて恵みを受け取りたいと願いますが、共にもう一度主よ、その叫び声を持って一緒に受け取る祈りをしていきましょう。一緒に祈りたいと思います。はい、主よ、
イエスは我が夢、イエスは我が夢、イエスは我が全て、イエスは我が全て、私たちの全てであられるイエスを褒めたたえます。であり、私たちの頭はイエス様ご自身です。私たちは本当にこのキリストに従う者、そのキリストに召された者の兄弟共同体としてこの場所に集められました。あ、これは本当に神の共同体であり神の家族であることを感謝します。その頭であるイエス様にもう一度盛大な拍手を送りましょう。イエス様ありがとうございます。あなたが全てです。そしてその主の祝福を持ってお互いを祝福したいと願います。できるだけ多くの方とですね、できるなら皆さんも熱いハグを持って挨拶していきましょう。もう一度盛大な拍手をイエス様に送りたいと願います。アメン。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。全ての恵みを感謝します。今日私たちは喜びを持ってこの礼拝を捧げ、そして喜びを持って感謝の捧げ物を捧げたいと願います。特にですね、この捧げ物に対して今日私たちは100倍の実を結ぶ、そのことを宣言します。私たちが蒔く種、それに対して主が応えてくださること、ありがとうございます。この捧げ物は本当に信仰の種であり、イエス様の血によって覆われ、あがなわれ、そして良い地に落ち、それが30倍60倍、その中でも今日100倍のその実を結ぶその種とされることを宣言します。今その捧げ物を手に持ったら主の御前に捧げてください。祝福して祈ります。主よ、私たちに捧げることができる種をくださったあなたの名を褒めたたえます。これを今私たちは習慣において、また本当に毎週するからではなく、信仰によってこの種をまきます。そして今日この種に対して100倍の実が結ばれていく、その油すすぎが結ばれることを宣言します。地上においても永遠の世界においても、私たちは朽ちることのない実を結ぶ、そのすべての呪いから解放され、あなたの祝福を相続する相続者としての人生が与えられていることを感謝します。人生のすべてを通してあなたの豊かな実を結ぶ、その恵みを感謝し、愛するイエス・キリストの名によって今宣言を持って感謝を持って捧げます。アメン。
父が私たちに相続与えてくれるものは素晴らしいものです。私たちが目で見たことも耳で聞いたことも心で思ったこともないようなそのようなものを主は備えておられます。アメン。私たちを受け取るための信仰の手を出しましょう。神に期待の手を出してますか。アメン。いくつかアナウンスしたいと思うんですが、まずですね、ペイ君がですね手術をしたというニュースを知っているでしょうか。今ですね近くの病院に、前から予定していた手術なんです。へその方が残っていてですね、それを取ったんです。そしてですね本当に最高の小児科医がついてくださってですね、やってくださいました。小児科医が最高のドクターなんです。慣れているので、でそのドクターがついてやってくださって、手術はもう順調にいってるというですね、なんかこう割烹着みたいのかぶってピースしてる写真がですね私たちのところに送られてきて、元気そうな様子が送られてきました。ぜひ今少し短くお祈りをしたいと思います。心を合わせてください。天のお父様、ペイ君ありがとうございます。私たちのそばにペイ君をいてくれてありがとうございます。ペイ君の手術がうまくいったことありがとうございます。今多くの御使いがその周りに配備されていて、あらゆる災いやトラブルから守られていることを感謝します。主よ、速やかな回復をあなたが与えてくださいますように。その家族の中にもあなたが御使いを置いてくださって、あらゆるトラブルや病気から守ってくださいますように感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。ハレルヤ。ですね、第3礼拝、今日がここ新宿シャローム教会が初めて、もしくは第3礼拝が初めてという方、もしいらっしゃったら立ち上がっていただいていいでしょうか。歓迎したいと思いますが、いらしてないですか。ようこそ。歓迎したいと思います。はい。そしてですね、総会が来週に迫っているんです。教会総会というのを年に1回持っているんですが、それが来週の日曜日持たれることになっています。受付のところにですね総会資料というのがあって、それを家族で一部持って行っていただくということになっています。そして持って行ったご家族は名前を記入してください。部数は最低限になっています。コストや労力すごいかかるので、なので、教会員の方で家族に一部限定ということにさせていただいています。よろしくお願いします。そして来週は総会がある都合でですね、第二礼拝終了後に持たれるんですが、いつも時間がもうギリギリなんですね。なので第三礼拝は15分ずらして2時からのスタートになりますので、よろしくお願いいたします。はい。そして今日、これはいいか、洗礼式を予定しています。それと、今も数名洗礼希望の方がいらっしゃるんですが、もし悩んでいる、どうしようかなと思っている方いたら、教会スタッフの方にお声かけいただければと思います。よろしくお願いします。はい。アナウンスは以上です。はい。それでは講談に今日のメッセンジャー慎吾先生をお迎えしたいと思います。ハレルヤ。最初一生褒めたたえます。アメン。ハレルヤ。ありがとうございます。いつも過剰な拍手をくれる二人、ありがとうございます。感謝します。本当に私たちの主は素晴らしいお方。もう一度イエス様に大きな拍手を送りましょう。アメン。感謝します。イエス様ありがとうございます。共に神の家族が集い礼拝できるこの時間、感謝します。来週ですね、この第3礼拝のメッセンジャーはですね、CFNI、ダラスからですね、ワンダーソン先生、去年もチームで来られましたが、来週ですねメッセンジャーで来られますので、本当にこのよみがえりの証を去年してくださった、本当に油注がれた器ですので、期待を持ってですねお集まりください。そしてぜひ祈りに覚えていただきたいと思うんですけど、私はですね明日早朝に起きて中国に行かなければならないんですね。もう本当にすごいんです皆さん。中国の勢いっていうのはですね、もうその1億2000万人、なぜリバイバルが起こっているか理解できるんです。とにかくですね諦めない信仰がすごいんですね。でですね、中国に来てください。私たちの教会に中国礼拝があり、その中に先生も関わっている先生がおられてですね、中国に来てください。私はすぐ断ったんです。行きたくありません。日本にいたいんです。そしたらそうですかって言って、そしたら二言目、じゃあいつ中国に来るんですかと。いや今行かないって言ったばかりですよと。いやもう向こうが待ってるんです、来てください。でも行きません、そこでも断ったんです。そしたら数日後、じゃあ来れる日に時間を設定しましたので、チケットいつ取りますか。いやいや行きません。さらに1週間後、チケットまだ取らないんですか。そして結局チケット取ってしまって
そして行かざるを得なくなったんです。その日本人だったら皆さん一度断られたら仕方ないかって思う、何度断られてももう来るのが当然のような感じでアプローチしてくる。だからクリスチャンが増えるんですね。一度福音断られても諦めないで伝え続ける、そのような信仰が私たち日本人にも必要だなということですね、思いました。しかも一泊二日で帰ってきます。月曜日に行って火曜日に帰ってきて、そのまま霊麻瀬小学校の授業があるんです。皆さん中国地方に行くのでも一泊二日大変なんですよ。中国地方じゃなくて中国です。しかも何があるかを全く知らないで行くんです。とにかくいい通訳者がいますだけしか聞いてないんです。なので何があるか分かりませんが、ぜひですね、この中国の働きのためにですね、お相手を祈りしてください。体力も本当に主にあって与えられることを感謝します。一言お祈りします。天のお父様、今日は満ち満ちる恵みがこの中にあることを感謝します。今日は特別な恵みの日であることを感謝します。主が私たちを愛し、私たちに好意を注ごうとしておられる、その時であることを感謝します。そしてキリストなる、本当に頭なるキリストが私たちを愛し、私たちにご自身の豊かな天の、この栄養分、天にある主ご自身の祝福を注いでくださり、作り変える恵みが今日起こされることを感謝いたします。主よ、御言葉の中でイエス様と出会うことができますように、知恵と啓示の御霊であられる聖霊様歓迎いたします。そしてデュナミスの力、よみがえりの力が私たちのうちに臨み、囚われ人が解放され、死の思いのある者が命に満ちあふれ、イエス様あなたご自身と出会うその時とされることを感謝いたします。すべての恵みを感謝し、愛するイエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン、アメン。感謝します。今日一つのポイント一緒に見ていきたいと思いますが、マタイの福音書5章開いてください。9節、マタイの福音書5章9節、ご一緒に聖書開いた方朗読したいと思います。マタイの福音書5章9節、朗読していきましょう。はい。平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。アメン、アメン。そうです。これはですね、皆さん、このシャローム教会に通う私たちは絶対に心に覚えておかなければならない御言葉です。なぜならこの教会は何教会ですか？シャロームです。シャロームとは何ですか？平和です。ここで使われている平和、これはヘブル語訳の訳を見るとシャロームという言葉が使われています。シャロームを作るもの、作るものというふうに書かれているんですけど、これはもう切に追い求めるものです。主のシャローム、それを切に願うもの、その者たちは幸いである、なぜならその人たちは神の子供と呼ばれるから。今日のメインのテーマは、神の子供としてシャロームを解き放って生きていく。実は先週のメッセージと今週のメッセージは重要なつながりがあります。なぜかというと、先週のメッセージは何でしたか？復習をしたいと思います。覚えている人言ってください。はい、清さですね。ありがとうございます。神にある清さを持つ、そして清さっていうのは私たちの内側で起こることです。外側から何か清さがやってくるわけではなく、清さは私たちの霊の奥底から、また魂からやってくるものなんです。じゃあこの清さ、別の言葉で言うならどういう表現ができるかというと、これはイエス・キリストの中にある塩気です。清さがなければ塩が塩気を失った状態と同じになるんです。なので私たちがクリスチャンとして、神の子としてのこの地上において塩の役割をする、腐敗を止める、神の命を運ぶ、その源はどこからやってくるかというと、イエス・キリストとの命の関係、そしてこのお方から与えられる全く清さ、それが塩気となります。じゃあその塩はですね、いつ効力をもたらすんですか？前回数回前のメッセージでもこのことを言いました。皆さん、塩メインの料理って食べたことありますか？塩料理、塩岩塩のおかずに、塩山盛りご飯、塩スープ、塩サラダ、どうですか？もう塩しか乗ってないお皿、そしたらしょっぱくて食べられないんです。私たちは今塩気としてこの教会に集められてますが、もう一つの役割があります。塩はいつ効力をもたらすかというと、塩は
物に溶けるときに塩としての役割を働かせることができるんです。実は科学の世界においても塩って電気通りますか通らないんですか、どっちだと思いますか。科学詳しい方、塩は電気通ると思う人じゃ、はい、ありがとうございます。通らないと思う方、ありがとうございます。正解は塩は電気通らないんです。しかし塩に電気が通る条件があるんです。それは塩が水に溶けたとき初めて電気が通るんです。塩は不思議なこの物体ですね。そのままでは光が通らない、電気が通らない。しかし溶けたときに電気を通すんです。同じように私たちは清さを持って清さだけを追求するなら、私たちはある意味、時にはこれ悪い表現かもしれないんですけど、自己満足で終わってしまう場合があるんです。でもこの清さはいつ発揮されるんでしょうか。それをもって私たちが腐敗していくように、この主の清さを表すときに主の光が解き放たれていくことを感謝します。イエス様は清さの概念をまるっきり変えてしまわれたんです。汚れたものに触れてはならない、それが旧約聖書の教えです。しかしイエス様はサラートの病の人に触れ、皮膚に患いを持った人を抱きしめ癒し、多くの立法では触れてはならない病人たちに触れたんです。イエス様は汚れましたか。汚れませんでした。むしろイエス様の中にある清さが人々を癒していったんです。イエス様の中にある清さが人々を解放していきました。これが神の子として私たちの今この地上に生きている役割なんです。私たちの中にある清さがこの世の中に浸透していく、この世の中に主の光を解き放っていく。なので先週の清さから続けて、今週は私たちは平和を解き放つものになる、この地上に神の光を輝かせるものになる。私たちは地の塩であると同時に世の光なんです。塩気がなければ光を放つことはできません。しかし塩気をただ溜め込むだけでは私たちは光を放つことができず、その塩気を持って世に使わされていくこと、それぞれの使わされた領域に主の御国の清さと変化を運んでいくこと、それが私たちの役割であることを感謝します。なのでですね、今この教会においてもう5年以上にもわたってですね、絶え間ない祈りと賛美と礼拝が捧げられています。先週分かち合った清さの定義、3つの条件、これは人間の清さではなく神様が用意された清さの道、もう一度復習します。何でしょうか、言ってください。はい、はい、ありがとうございます。御霊、聖霊様に満たされることが清さの条件であり、また御言葉によって現れること、これが清さの条件です。そしてイエスキリストの血、つまり言えるのは全部恵みによって神様が清さを用意してくださったんです。私たちはそれを受け取るだけなんです。続けて御霊、水、血、これによって現れるとき、私たちの中に清さがもたらされ、今この祈りの上で24時間祈ることも、その御霊、聖霊に満たされ祈り、異言で取りなし祈り、賛美の中で予言的な宣言をし、そのように御霊に満たされる祈りの時間を持ちます。それと同時に御言葉を宣言し、御言葉を持って祈り、イエス様は祈りに対して何て言われましたか。御心が天にあるように地にもなされますように。主は御心を祈りなさいと、欲しい欲しい、ください、ください、必要です必要です。それは異邦人の祈りである。御心がなるように祈るのがイエス様が教えてくださった祈り、そのように三条の水訓に書かれてますね。じゃあ御心とは何でしょうか。御心とはこの聖書に書かれている全ての御言葉です。なので御言葉が成就するように、皆さん、予言っていうのは、人が語る予言は部分的なものです。どれだけ豊かな予言の油注ぎを受けた、その人々を尊敬することは重要です。でもそれは部分部分でしかないんです。完全な予言ではないんです。例えばこの講談があります。じゃあこっちから予言者は見ます。ただこの講談を何と表現しますか。講談は角がある。じゃあこっちから見た予言者がいます。講談は何て言いますか。シャロームチャーチと書かれていた。じゃあこっちから見た予言者がいます。そしたら何て言いますか。斜めになっている。じゃあどれが正解なんですか。全部正解なんです。でも全部一部なんです。なので全部が合わさるときにそれが完全な予言となるんですね。そしてその全ての完全な予言が集まったのがこの聖書の御言葉です。なので
第1コリントの13章に書かれている通り、予言は一部であり、完全なものが現れたときに、その不完全なものは全て廃れていく。その完全なものとは何でしょうか？愛。そしてその愛の中心であられるイエス様ご自身です。なので私たちは絶えずこのイエス様を追い求めていく。そして御言葉を愛することはイエス様を愛することです。御言葉を通して毎日毎日イエス様と出会うことができます。そしてこの御言葉がこの地上に実を結ぶように私たちの告白とし、そして祈ること、これが私たちの祈りなんです。6月にですね、キム・ソンギュ先生というですね、北海道でアイトッド、そのような祈りをしておられる先生が来てくださいます。何度もですね、通訳でこの教会にも来てくださいましたが、本当に素晴らしい御言葉の教師なんです。もうトップクラスの、まあ、トップクラスというと本当に私はそう思ってるんです。もう御言葉の教師ですね。そして原文から、そして福音の真理に立ってまっすぐ解き明かす器であり、その先生とですね、先日飛行機の中で1時間ほど話す恵みに預かったんですけど、その先生が旧約聖書の言語を調べると、旧約聖書には祈りっていう言葉がないと言われてるんですね。実は旧約聖書には祈りという言葉は使われてません。じゃあ何が使われてるんですか？祈りと訳されてるのは全部取りなしです。だから聖書的な祈りというのは実は取りなしなんです。その取りなしとは何かというと、主の御心がなるように祈ることです。なので御言葉によって祈ることは実は取りなしの祈りであり、主の心がこの地上に行われるに祈る祈りなんです。そしてイエス様の血潮を宣言し、私たちは清められ、王であり祭司としての主に仕える務めを受けると同時に、王権を持って癒しを解き放ち、囚われ人を解放し、人々の中に御国を運んでいく、その両方がイエス様の血潮の中でなされることを感謝します。そのように24時間絶え間ない祈りをしているんですけど、これは個人的な祈りももちろん中にあるんですけど、多くの場合は教会のための取りなし、新宿の街のため、東京のため、また日本中の教会や、そして日本中の地域のため、また国々のため、イスラエルのための取りなしっていうのが24時間されているんです。じゃあ次のステップに私たち入る必要があるんです。ここで全員が24時間祈るんでしょうか？そうでありません。そしたら皆さん、仕事や家庭はどうするんでしょうか？仕事をしなければならない、そこに召されている人々もいるんです。それが神様の使命として与えられている人々、ここで使える召しが与えられている人々と同時に、世に使わされていく人々、光を輝かせる人々、共に私たちが主にあって歩むことを通して、神の体の完全な計画が表されていくんです。じゃあこれから私たちが目指すべき計画は、このここで絶え間なくされている祈りが私たちの生活のレベルに入っていくことです。じゃあ毎日の生活で何時間も、もちろんビジネスマン祈ることができないでしょう。時間があまりにも忙しすぎる。じゃあどうしたらいいんでしょうか？例えばですね、朝の30分間を主のために捧げるんです。そして10分間威厳によって祈ります。主よ、よくわからない、朝本当にどう祈ったらいいかわからないけど、口を主に委ねます。今日あなたの計画に生きることができるように私を導いてください。この口はヤコブの3章にはハンドルであると書かれているんです。じゃあハンドルが向かう方向に人生全体が引き回されていくんです。じゃあこの舌を聖霊様に委ねるということはどういうことでしょうか？ハンドルを聖霊様に委ねることです。威厳で祈るとき何を祈っているかわからないけど、このように思ってください。聖霊様、あなたが私の舌を捉えるなら間違えることはありません。私が祈るよりももっと確実な祈りを主がしておられることを感謝します。だからこの10分間どうか威厳で祈る、その祈りを主を導き、そしてあなたの言葉を与えてください。威厳で祈ります。じゃあその10分が終わったらどうしたらいいんでしょうか？じゃあ聖書を読むんです。どこから読んだらいいかわからないとき、どこ読めばいいんですか？ありがとうございます。合ってるんですよ皆さん。なんか自信満々に言ってください。もっとマタイの5章から7章ですね。そうです。3条の水訓をじゃあ10分で読めるかっていうと読めない場合もあるんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか？じゃあ5章を読めばいいんです。1章じっくり読みます。で読めるなら詩編1編、箴言1編、じゃあ10分でその時間を決めて読みます。そして残りの10分どうしたらいいんでしょうか？血潮を宣言して出ていくんです。12の宣言っていうのがありますが、それはもう更新される恵みがそこにあるんです。
私は毎日毎日毎日これを祈ってるのに、昨日は2時間その12の宣言祈って、もう主と出会って、昨日の夜もう特別な主とのデートだったんです。フェイ君がですね、入院してくださったおかげで土曜日の夜はいつも朝4時までの祈りで、そして4時に交代するんですけど、今日は6時までの祈りでした。でもですね、疲れるどころか、もう主とのデートだったんです。主が直接語ってくださり、そして血潮を宣言する中で深い領域の悔い改めへと導かれ、もう誰もいない明け方の時間なので、もう正直に主にいろんなことを語りました。私の内側を明かしました。そして主ご自身の答えが与えられ、全く平安が心を包み込んだんです。なので何度も何度も祈ってるにもかかわらず、その御言葉に基づく血潮の宣言は日々新しく更新されていく祈りなんです。この宣言を持って祈るとき、出ていくとき、皆さん、ああしんどい、もう早く今日仕事終わらないかな、ああ今日どんな疲れることが待ってるんだろう、また上司のここと聞かなければならない、ああ、あのプロジェクト、この仕事大変だ、そうやって出ていくのではなく、血潮の宣言の中には何が書かれてますか？呪いから解放されて祝福を相続する相続者、これは私たちの人生なんです。私たちは一切の呪いから解放されました。アダムに与えられた呪いは何ですか？額に汗かいてもほとんどの実を結ぶことができない。じゃあイエス様は第二のアダム、最後のアダム、アダムが失敗したことを全部回復されたんです。ということは、アダムが持っていた以上の特権をイエス・キリストを通して実は私たちに主は与えてくださってるんです。それであるなら、私たちの人生は浪して人生が苦労して何の実も結ばず終わることなく、実は私たちは主にあって豊かな実を結ぶ人生、その人生が与えられていることを感謝します。内側においても御霊の実を結び、そして霊性においても御霊の賜物、それを結び、そして私たちは全ての働きにおいても豊かな、経済的にも人間関係においても全ての領域に実を結ぶ、実はこれが今日見るテーマのシャロームという言葉なんです。シャロームって言葉は、ただ平安があるようにという平和という意味だけではなくてですね、この平和はどこから来るんでしょうか？父なる神との完全なる和解から来るんです。だからシャロームがあるようにっていうのは、父なる神との関係が完全にされるようにという、シャロームっていう T シャツがあるんですけど、私はそのシャツが好きなんです。でですね、特にどこか旅行行くときにそれを着ていきたいんです。なぜならですね、特に海外に行くときに、ユダヤ人がいるとすぐアピールできます。アラブ人がいるとちょっと嫌がられるかもしれませんが、ここのもう胸でですね、もうこのシャロームアピールすることができるんです。じゃあこれをイスラエルで着るなら、私は気づかなかったんですけど、通りすがりのユダヤ人若者たち全員が私に挨拶してくれるんです。シャローム、シャローム、シャローム。この人たちは一体なぜ私にこんなに挨拶してくれるのかな、ずっとわからなかったんです。見たら私の胸にシャロームって書いてたんです。まあ、よく、外国人が、日本に来て少し残念なんですね、日本語の書かれた T シャツを着てるのを見るんですけど、まあ、向こうの人にとったらそういう感じかもしれないですね。こんにちはって書いてるようなもんです。だからみんなシャローンって挨拶してくれるんですけど、そうです。まあ、イエス様がですね、蘇られた時にですね、弟子の女たちが来て、イエス様なんて言うんですか？おはようって言うんです。いやいや、イエス様まあある意味合ってますよ。最もおはようがふさわしいお方です。なぜなら何ですか？死を打ち破って蘇ったんです。だからおはようでも合ってるんですけど、でもそこでイエス様何て言われたんですか？本当はシャロームです。平安があなた方にあるように、もシャローム、まあ、おはようと訳されてるんですけど、まあ、それはそれでいいです。合ってると思います。それも、まあ、シャロームは便利な挨拶ですね。すべてに使える挨拶ですので、そのようにシャロームとは平安、その平安はお金を持っているから平安が来るわけではありません。たくさんのものに囲まれて仕事が成功しているから平安が来るわけではありません。成功したら成功したなりの不安がやってくるんです。失うかもしれない。じゃあ例えば何でもいいです。スポーツでボクシングでもいいです。チャンピオンになったら平安がやってきますか？チャンピオンになったらもっと恐れが来るんです。何の恐れでしょうか？自分のタイトルが誰かに奪われるかもしれない。自分のチャンピオンの座が誰かに奪われるだろう。そのような恐れが来るんです。
じゃあ何かをトップになったらトップになったなりの恐れが来るんです。じゃあ本当の平安とはいつやってくるんですか。これはイエス・キリストの十字架を通し、父なる神との和解を通して完全なる平安が私たちのうちにやってくることを感謝します。そしてこの内にある平安はこの内側で収まることなく、全ての人間関係に和解をもたらしていきます。敵対のあるところに許しがもたらされ、いがみ合いがあるところに和解がもたらされていく。主の平和が人間関係に、家族、私たちの夫婦の関係、親子の関係、全ての中に主のシャロームが解き放たれていくことを宣言します。そして実はこのシャロームという言葉の中には経済的な回復も含まれているんです。また全ての健康の回復も含まれているんです。皆さん、主の計画は私たちの経済も回復することです。私たちの健康も回復することです。なぜならシャロームって言葉の中にそれら全部が含まれているからです。その源はただ一つ、父なる神との完全なる一致、そこからもたらされるものです。なのでですね、朝仕事に行くときに致死を宣言して行ってみてください。私はもう呪いから解放され、私に関わる全てのことも祝福される。そしたら働くのが喜びになるんです。ああ、この今日の大変なプロジェクトも私のゆえに、私の中にイエス様が生きておられる、そのことのゆえに祝福される。この手で触れる全てに主の祝福が及ぶ。ヤコブはどうだったんですか。彼のゆえにどこに行っても祝福が伴ったんです。ラバンの家で騙され使える時にもいろんな報酬が変えられるんです。じゃあまだらけのものがこのヤコブのものになるって言ったらどうなったんですか。まだらけのものが羊増えたんです。ブチのもの、島のもの、そのようなものがヤコブの報酬となるって言ったら、そのヤコブのゆえにその羊が祝福されて、そのような羊が増え広がったんです。彼のゆえに神様は彼の置かれている場所を祝福しました。ヨセフはどうだったんですか。奴隷の家に売られた時、彼は聖書に書かれています、ヨセフのゆえに神はその奴隷の家を祝福したんです。じゃあ彼が牢獄につながれた時にも聖書に書かれています、ヨセフのゆえに神はその牢獄全体を祝福したんです。で彼が後にエジプトの大臣になった時、ヨセフのゆえに全世界を主は祝福されました。皆さん、ヨセフの神は今誰の神ですか。皆さん自信持ってください。じゃあアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、またヨセフを含む十二部族の神は今私の神なんです。アメン。一緒に言いましょう。主よ、あなたは私の神です。はい、主よ、あなたは私の神です。アメン。じゃあ聖書時代に起こったことが私たちの人生にも起こるんです。アブラハムの祝福は私たちに相続された祝福となったんです。でも実はそれ以上なんですよ。彼らはイエス様の十字架を経験する前の世代の者たちです。聖霊が注がれる前の世代の者たちです。今私たちはイエス様の十字架の贖いを受けた者たちです。聖霊が内側に生きる者たちです。それであるなら旧約聖書の者たち以上の祝福を受け継ぎ相続し、それを表していく、それが私たち神の子たちの生き方であることを感謝します。なので私たちのゆえに全ての私たちが関わるところに祝福が解き放たれていく、そのことを見て、これが皆さん一番の伝道なんです。じゃあ職場に行ってこうやってみてください。イエス様、知ってください。イエス様、あなたは必要だよ。そして悔い改めなさい。イエス様が必要だ。イエス様信じなさい。皆さん明日行ってやってみてください。多分クビになります。これやるとも職場では一緒にできないんです。まあ日本の職場の中でのタブーっていうのが、一つは宗教の話をしてはならない、もう一つは政治の話をしてはならない、まあそのようなですね、職場の中でそのようなことはしてはならないっていう暗黙のルールがあるんです。じゃあ何が一番の福音宣教、職場の中においてなるんでしょうか。それは私たちが生きた証となるんです。あの人の中には光がある、あの人の中には他の人と違う何かがある、なぜあの人が関わるプロジェクトには祝福が伴うのか、あの人が関わる働きには何か豊かなものがあるのか、その時人々はやってくるんです。
何なんですか、あなたの人生には一体何があるんですか、なぜ辛いその中においてもいつも喜んでるんですか、なぜ恥ずかしみを受けても不満を言わず励ましの言葉を職場の人にかけることができるんですか、あなたが来ると空気が変わります、何ですか、その時証しできるんです、実は私はクリスチャンです、私の中にはイエス様が生きておられます。今度の日曜日、今度の皆さん明日職場に行って行ってみてください、教会に来てください、教会に来てください、多くの人います、行かない、行きたくない、イエス様信じなさい、信じたくない、悔い改めた方がいいですよ、お前が悔い改めろ言葉で伝えるなら人々はそう反応するんです。じゃあ何が必要なんですか、教会に来てくださいというのではなく教会を運んでいくんです。日曜の礼拝はこれは神の家族の集まりであり集まる教会です。でも月曜からの歩みは運んでいく教会です。この両方が共に働くときに主の道からが表されるんです。この集まる教会もとても大事なんです。これは聖書的な教会です。それと同時にもう一つの教会、それは私たち一人一人が教会であり、私たち一人一人が主の宮なんです。それであるなら私たちが行くところに主の臨在が運ばれていき、私たちが行くところに主の教会が運ばれていく必要があるんです。生き方を見て人々がイエス様と出会うことができますように、私たちの生き方が福音宣教となりますように、私たちがもう生きる福音そのものとされますように、それが私たちがこの清さを持って、そして次の段階平和を作るものになること、平和を追い求めるものになること。じゃあそのように朝の30分の祈りが塩気をもたらすんです。じゃあ本当に嫌な上司がいるなら朝取りなして祈ってください。実証の宣言する中において、今日私の思いや心を守られます、職場の空気も守られます、そしてどうか私をいじめる上司を主よ祝福してください、彼の中に平安があるように。じゃあ早く行けるなら早く行って上司のデスクに手を置いて祈ってください。そしてここにあなたの恵みを置いてください。霊的な空気が変わるんです。ルカの10章でイエス様は福音宣教を教えるときにまず何を言われてますか。4つのポイントで書かれてますね。もうすでにこの教会では何度も見てるんですけど、まず1番目は出て行ってどこの家に入っても平安を宣言しなさい、平安を祈りなさい。じゃあ職場に行ったらまず私たちがすべきことは平安を祈ることです。私たちは職場の主にあって建てられた王であり祭司なんです。クリスチャンが一人もいないと言って嘆くことなく、皆さん一人でも塩気がいるならそこに神の国が運ばれるんです。一人がいることが大切なんです。クリスチャンだらけの職場どうですか、もう問題が起こります。クリスチャンなのにいっぱい嫌なところが見えるんです。でクリスチャン同士の職場もうお互いにクリスチャン同士で裁き合うんです。じゃあクリスチャン同士の職場もいいですけど、じゃあクリスチャンが一人しかいない職場、これはもっと価値あることです。なぜならその一人が塩気となって世の中に主の栄光を輝かせていくからです。なので私たちはですね、この祈り平安を持って職場を祝福していく。じゃあふさわしくなかったらどうなるんですか。大丈夫です、皆さん恐れないでください、帰ってきます。じゃあ上司のために平安を祈ります、平安を祈ります。でも上司があんまりにも頑固でその平安にふさわしくないと、したら主は2倍の平安を私に返してくださるんです。じゃあ何が起こるんでしょうか。上司が変えられても平安です、変えられなくても平安なんです。じゃあどっちにしても平安なんです。それであるなら皆さん平安を祈る以外にないですね。じゃあ明日からの一緒にやる実行、それはどこに行っても平安を宣言することです。満員電車の中で平安を失うことが多くあります。特にこれからのシーズン、もう平安を失うことだらけです。朝の満員電車、人々に押し込められ、あまりにもの暑さとさまざまな匂いがですね、私たちに朝からやってきます。そうすると、ああもう前の人が邪魔だ、もう押されたり、もう邪魔者扱いされたり、もう朝からもう本当に嫌な思いするんです。じゃあその時何を宣言したらいいんですか？平安を宣言するんです。主よ、このおびただしい人々があなたを知らないで、どこに行くかもわからないで滅びへと向かっています。どうかしよう、この電車に乗る一人一人にあなたの平安を与えてください。
その時私たちは電車の中に平安を運んでいく者たち、どこにおいても私たちは平安を宣言しようでありませんか。そして何て書かれていますか。ルカの10章4つ書かれてるんですけど、ぜひ開かないで見てみ、言ってみてください。ぜひ覚えておいてください。1個が平安を宣言する、2個目が交わりをすることです。出されたものを食べなさい、どこに行っても出されたら食べなさい。そうです。なので時間を過ごすっていうことですね。すごく大切なことなんです。人々との関わりを持ってですね、じゃあ職場の人の悩み、学校の友人の悩みを聞きます。そしたら何が分かるかというと、祈り課題が分かるんです。じゃあ皆さんの取りなし、この教会においては大きなところを取りなし祈るんです。もちろん小さいところも祈ります。教会の一人一人の、例えば病の人、教会から離れてしまったり心がイエス様に向いてない人々の名前を挙げて祈ります。またこの神の家族一人一人を祈り、教会全体がキリストイエス様ご自身の似姿へと変えられていくこと、花嫁として立て上げられていくこと、さらにこの新宿の町が福音の町とされること、日本がリバイバルの国家とされること、大きいテーマを祈るんです。でも私たちの日々の生活ではそのような大きいテーマがフィットしない場合があるんです。じゃあ皆さんが職場の取りなし手であるなら何を祈ればいいんでしょうか。一人でも構いません。同僚のために毎日祈り続けるんです。上司の部下のためでも構いません。その名前を挙げて、主よ、どうかその人々にあなたの見ておいてください。そして実際に関わる人々です。で、関われば関わるほど一緒に仕事をしたり、また学生であるなら友達と遊ぶと必要が分かるんです。そしてじゃあその必要が分かったらどうしたらいいんでしょうか。交わり、その時間を過ごすなら必要が分かり、その必要を持って主の前に祈るんです。で、悩みがあるってことはチャンスなんです。必要があるってことは大きな機会なんです。なぜならそのためにまず祈り、そしてちょうど良い時に一言言ってみるんです。実は私神様信じてるんだけど、一言だけ祝福祈っていい。で、イエス様知りたいって言ったら絶対誰も知りたくないって言うんです。福音聞きたい、聞きたくない、聖書知ってる、知らない。でもこの言葉が突破口を開きます。祈っていい、祝福していい。祝福を拒む人いないんです。じゃあですね、以前北海道に行った時にもう皆でその集会で出て行って人々を祝福して祈ったんです。その時一人の人がですね、証しをしてくれました。過去に、道端で祈る異端の宗教がありますね。何かその人にこう、カルトの宗教がですね、手を置いて祈るんです。そういうグループがあって、それを昔一度道端で受けたらしいんです。なんとそれから悪霊の現象に悩まされ始めたんです。その一回の祈りで悪霊の影響が人生に及んだんです。そのことを聞いた時に、一人の人にクリスチャンが祈ることの重要さを気づいたんです。悪霊に使えるものでも、皆さん一度祈ったその祈りを通して悪霊の影響を与えるのであれば、皆さん私たちのうちにおられるお方は最も力強いお方でありませんか。だから私たちが祈る祈りがその人の人生にどれだけ主の影響を与えることでしょうか。御霊による影響を与えることでしょうか。だから私たちが神を知らない人に手を置いて祈るのはとても素晴らしい機会なんです。じゃあそのように一言言ってみてください。例えば私たちの両親や夫婦、息子たち、娘たち、家族、その他身の回りの関わる人々、道端で祈るということもしますね。でもこれは難易度が高いんです。じゃあ周りの人はもっと簡単にできるんです。なぜなら関わりがあるからです。なのでぜひですね、この一言、祝福を祈っていいと。そうすると祈ってほしい。でもそのためには皆さん塩気を保つ必要があります。祈った時に何の変化も起こらない、祈った時に何の力もない状態ではなく、いつも御霊に満たされ、御言葉で満たされ、血潮で清められているので、祈る時に浸透圧、霊的な浸透圧ですね、もう本当にこの私たちの手から力が流れていくんです。イエス様が言われた3番目は何ですか。病の人を癒しなさいです。じゃあどうしたらいいんですか。病の人を癒すことです。じゃあ病の人に癒すためにはどうしたらいいんですか。マタイの16章、マルコの16章18節には、病人に手を置けば癒される。
じゃあ私たちのすべきことは何ですか？病人に手を置くことです。それだけでいいんですか？それだけでいいんです。何にも大きな声で言う必要ありません。職場に行ってですね、病の人に祈らさせてもらう機会が来ます。職場全部に聞こえる声でイエスの名によって癒されよう、それに言う必要はないんです。全部にまた長い祈りもする必要ありません。手にいます我らの父よ、あなたは偉大な神であり、いつも私の祈りを聞いてくださるその主であること、ありがとうございます。あなたは昔いまし、今いまし、後に来られる方、天はあなたによって作られ、地はあなたのものです。すべてのものが主の手の中にあり、そしていずれ戻ってくられるイエス様、あなたを待ち望みます。イエス様、あなたの十字架においてすべての贖いがなされ、そしてその十字架を通して私は今神の子供であるので、私が祈る祈りには力がある方を感謝します。どうか主はこの人の病を知ってください。この人の人生をすべて主を知ってくださり、この病とあの病とこの問題があるんです。いろいろな大変なことを通っているんです。どうか主、あなたの手を置いてください。主、あなたは祈りを聞いてくださるその方であること、ありがとうございます。主よ、御言葉に約束されている通りに、あなたの約束が望みますように、イエス様の何によって癒されよ。皆さん、もうそうすると人々はもう長いと思うんです。じゃあどうしたらいいんでしょうか？その長い祈りは日々の生活でしたらいいんです。じゃあ私たちが人に手を置いて祈るときには、シンプルにイエスの名によって癒されよ。その時権威が伴うんです。そして私たちは平和の子として、人々の人生の中に人々が癒されたら何が起こるんですか？この人が信じている神は誠の神だと。じゃあそれでイエス様は4番目で何を言ったかというと、神の国が来たと伝えなさいと。もう一度言います。はじめにまずどこに行っても平安を祈ることです。シャロームを宣言することです。そして祈りから全部の宣教は始まっていきます。職場が変えられいき、私たちの学校が変えられいき、友人が変えられる、その秘訣は私たちの祈りです。平安を宣言する祈り、そして実際に人々と関わって、その必要を覚えて必要を取りなす、そして実際に手を置くことができるなら、人々に手を置いて祈るときに癒しが起こるんです。これは病の癒しだけではなく、心の癒しも起こります。人々に手を置いて祈るときに人々が自由にされるんです。そして神の国、福音を伝えるんです。そうするとその人に福音がやってくるんです。じゃあどうしたらいいんですか？その人が例えばイエス様を信じました。職場の中でイエス様を信じた人がいます。そうすると、今度の日曜日じゃあ教会に行きましょうではなくて、じゃあ明日から一緒に祈りましょうというんです。短くても構いません。仕事が始まる前に一言祈りませんか？そして一緒に職場の中で祈るんです。そしたら何が起こるんでしょうか？職場が教会となるんです。職場が礼拝場となるんです。職場に主が訪れられるんです。職場に主の共同体ができるんです。そしてその人々が教会に来るときに、あ、私はもうすでに職場でイエス様と出会った、その礼拝とはこういうものなんだ、もっと大きな規模で礼拝する、これは素晴らしいことだ。私たちの概念を変えなければなりません。今まではもう人々を何とかして教会に引っ張ってくるのが伝道だと思ってました。でも伝道とは私たちが運んでいくことです。私たちが使わされていくことです。そして実際的な変化をもたらしていくことです。じゃあ台湾においてそのようなリバイバルが起こり続けているんです。以前に来られた時にですね、ある先生がこのように紹介してました。一つの職場においては、その部署のリーダーがクリスチャンであり、そのクリスチャンがですね、この教会で受けたメッセージを職場で実践し始めたんです。じゃあどのように実践し始めたかというと、彼はその部署のリーダーなので、早く時間行って、1時間毎日自分の部署のために取りなし祈るんです。御言葉を朗読し、そして祈ります。じゃあ何が起こるかというと、主が不正を示されるんです。この部署にはまず遅刻が多い、人々は時間を奪っている、遅刻を改善しなさい、そしてこの部署の中においては税金が不正に使われている、それらを改善しなさい。彼がそのように祈りの中で部署の全部の問題を改善していきます。そうすると何が起こったかというと、その部署の業績が伸びていったんです。じゃあ同僚がある朝早く来ます。で、早く来てその人が何かしてるんです。何してるんですかって聞くと、私は毎日実はこの部署のために祈ってるんですよ。そしたらその職場の一緒に働く人が、じゃあ私も祈りたいと、全くのクリスチャンじゃない人が一緒に祈り始めるんです。じゃあよくわからないけど一緒に
仕事のために祈り、そしてよくわからないけど一緒に聖書を朝朗読するんです。でそれが数ヶ月経ち1年経った後、社長が見るとその部署だけが業績がダントツ伸びてるんです。他の部署と全く違うその部署が伸びてるんですね。じゃあ何が起こったんですかという質問があって、実は一人のクリスチャンが毎朝祈り始めて、それにさまざまな人が加わってこの仕事のために祈り始めた。それからこの部署が変わっていった。じゃあ社長は何て言うんですか。そんな良いことだったら会社全部でやろうって言うんです。そして会社全体で毎朝1時間の祈りと御言葉があるんですね。そうすると職場の中で人々はイエス様と出会うんです。毎日祈るので聖霊様に職場で満たされます。聖書の御言葉を読むのでイエス様をもう信じるんです。で後にじゃあ地域教会に行ってみたい、日曜日今まで教会行ったことないけど初めて行ってみたい、そして教会に自分たちが住んでいる家の近くの教会に行きます。で牧師先生が初めて来た人なので話しかけて、イエス様信じますか。そうするとその人は何て言うんでしょうか。私はすでにイエス様信じてます。牧師驚くんです。じゃあ分かりましたと、祈り方を教えましょうか。そうするとその人は毎朝1時間祈ってます。驚くんです。私の教会でもこれだけ祈ってる人いないと。じゃあ聖書の読み方知ってますか。毎日10章読んでます。驚くんです。私もそんなに読んでないと。じゃあ何が分かるんですか。職場で救われた人々が教会に使わされていく、そういうことが起こっているんです。皆さん、そのような変化を私たちがもたらすことができることを感謝します。私たちが職場に主の福音を運んでいく宣教師なんです。ここにいる全員が宣教師です。今日はその宣教師の任命の祝福の祈りを最後したいと思うんですけど、私たちがその平和を作る宣教師であり、神の国を運んでいく宣教師なんです。祈りを運んでいく宣教師であり、私たち皆が伝道者なんです。イエス・キリストの福音の光が私たちの生き方を通して輝かされますように。ここにいる誠くんはですね、今小学校のこの学校の先生になるんですけど、教育実習に行ってるんです。そしたらですね、全学年の生徒に何て言われてるかというと、イケメン先生って言われてるらしいです。全学年に皆さんイケメン先生と。じゃあ証しするときです。私をイケメンにしたのは主の栄光です。主を見てください。そうです。そのようにですね、本当に浸透していき、でもあれな、まあそのように注目されるのはもちろん彼がイケメンかもしれません。でも彼の中に働くイエス様が人々を引き寄せてるんです。じゃあその中でいきなりイエス様の話をできなくても、生き方でイエス様を表すことができるんです。祈りを運んでいき、そして平安を宣言する。私たちは平和を作るものなんです。じゃあその平和が解き放たれるために、もう一度言います、塩気がなくてはそれを表すことができないんです。じゃあ私たちの日々の生活においては何が必要なんでしょうか。清さが必要なんです。これは密接につながってるんです。罪を行いながらもなおも主の働きをすることはできないんです。先週言いました、罪を犯していても賜物が同時に働くことはありえるんです。例えばサムソンはどうでしょうか。罪の中にいたけど賜物は相変わらず働いたんです。でもそれは長続きしませんでした。じゃあサウルはどうだったでしょうか。悪霊に疲れて、そしてもう祭司たちを殺したり、もうありとあらゆる妬みと主に反することを行っていた。しかしラマのナヤテに来た時に聖霊に満たされたんです。そして裸になって倒れて一日中預言したんです。その時何ていう言葉が出ましたか。サウルも預言者の一人なのかっていう言葉ができたんです。それほどまでの言葉ができるほどの賜物が注がれたんです。だから主に承認されてましたか。そうではないですね。彼は主の御心から離れてしまっていたんです。だから賜物は主の主権なので、主の主権によって私たちに臨むんですけど、もし私たちが清さを持ってなければそれが長続きしない、どころかそれが呪いになってしまう。私たちの高ぶりになったり人生を破滅に導くことになってしまうんです。なので私たちが続けて神の国の栄光を表すためには清さが必要なんです。清さと力は同時に働きます。そして清くなればなるほど主はさらに多くの賜物を任せてくださることを感謝します。さらに多くの領域を委ねてくださることを感謝します。
聖書の中には自分の教会、自分の家庭を治めることのできない人がどうして教会を治めることができるだろうかとパウロ言ってますね。じゃあ私たちの家族の中に清さが保たれるとき、そのとき私たちは教会のリーダーとして教会の働きを担うことができるんです。じゃあ皆さん、一つの教会を担うことができないで町の責任を持つことできますか？できないですね。じゃあ自分の召された町に何の変化も起こってないのに国家的なリバイバル担えますか？すべてのものは内から始まり内から広がっていくんです。エルサレムから始まったものが地の果てにまで及ぶ。なのでリバイバルは私たちの内側から始まります。この中にリバイバルの炎があることを感謝します。教祖のリバイバルの火が我らの上に注がれます。私たちの内側が変われば私たちの世界が変わっていくんです。なのでこの私たちの内に主の聖霊の火による清さ、それを受け取りたいと願うんです。マルコの福音書9章開いてみてください。ここには徹底した清さの基準が書かれているんですね。マルコの福音書の9章43節から47節、43から47節、一緒にマルコの福音書の9章の43から読みたいと思います。はい。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを捨てなさい。片手で命には入る方が両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で赤身の国に入る方が両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。アメン。じゃあこのように清さを求めなさい。これは徹底した清さですね。もしあなたの手がつまずきをもたらすなら切り捨てなさい。その両方揃ってゲヘナに投げ込まれるよりかは良いことです。足がつまずきとなるならそれを切り、目がつまずきを与えるならえぐり出しなさい。じゃあこれできる方いますか？来週までに手を切ってこれる方、来週までに目をえぐってこれる方、来週までに足を切れる方いないですね。そしてむしろそれはしてはダメです。それは御言葉を極端に捉えていることです。じゃあこのイエス様のメッセージは、私たちにはそれができないんです。実際にはでもそれぐらい徹底して罪を切り離さなければならない。じゃあ何によってのみできるんでしょうか？イエス・キリストの十字架です。それによって本来も不義と罪ばかりを犯すその手が切り取られ、この手は主の栄光を表す清められた手とされるんです。いつも人々を裁き訴え、また情欲や不貧困や汚れに満ちた目、これがイエス様の血で現れるとき、これがえぐり取られ、そして私たちの目は一心に主を見ることができる清い目。先週見たテーマは、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから、絶えず神を見ることができる目を与えてくださることを感謝します。そしてその目は人々の中にも神様の形を見出すことができる、否定的な状況の中にも神の希望を見出すことができる、その信仰の目が私たちに与えられることを感謝します。とても大切なんです。皆さん、目が暗ければ全身が暗くなるんです。目が悪ければ、例えばいつも悪いものを見ます。あそこに問題がある、ここに問題がある、このことが問題で、あの人が本当にこの悩みで、この人が問題だ、いつも問題である問題を見るなら、じゃあ今週1週間誰か一つのグループの人テストしてみてください。悪いことばかり見るやりたい人、そっちのグループに入りたいと、そのテストやってみたい。じゃあ来週来る頃にはもう賛美の時に立ち上がれないんです。もう礼拝する気持ちなんかではない。なぜでしょうか？悪いものばかり見てるので全身が暗くなるんです。じゃあこのグループに、もう一つのグループはですね、否定的な中においても希望を見る、職場の大変な状況の中においても主を仰ぎ見る、そして御言葉を見る、賛美を持って主を礼拝し主を仰ぎ見る。じゃあそっちのグループやりたいという方、じゃあありがとうございます。じゃあそれ1週間やってみてください。明るくなるんです。希望が湧いてくるんです。
その希望は失望に終わらないと宣言したではありませんか。それが私たちの人生に実を結ぶんです。私はこのことを祈りの家の中で祈る者たちに一緒にチャレンジし、私もチャレンジするんです。それは祈りの部屋で祝福を宣言したことが口につなぎ止められて日々の生活の告白となることです。あそこで祈る5時間6時間祝福を宣言しながら、そこから離れると日々の生活の中では不満を言い、批判を言い、噂話をし、訴えをする。皆さん、これはヤコブの3章にはあってはならないと書かれているんです。呪いと祝福が一つの泉から同時に出る、苦い水と甘い水、これが同時に出る、こんなことあってはならないと。皆さん、言葉による呪い、呪いって言葉は何ていう言葉がつきますか。口っていう言葉がつくんです。私たちの口から出た言葉が呪いとなるんです。じゃあ血潮の宣言の2番目には、イエス・キリストの血潮は全ての呪いから私を贖いました、そのように宣言があります。じゃあこのように祈ってみてください。私の口から出た呪いの言葉を主よ許してください。夫に対し、妻に対し、子供に対し、親に対し、私の職場に対し、周りの人々に対し、兄弟姉妹に対し、教会に対し、牧師に対し、リーダーに対し、さまざまな人々に対し、私のセルのメンバーに対し、そして共に働きをする人々に対し、そしてこの町や国家に対して口から出た呪いの言葉を主を許してください。この呪いを全部十字架で取り除いてください。イエス様、あなた神の言葉なるお方が私の言葉の責任を取って十字架にかかってくださったことを感謝します。ここに答えがあります。ここに解決があります。そして主よ、私の口に触れてください。私の舌を清め、この口から祝福があふれ出ますように、日々の生活に祝福がつなぎ止められますように、そして祝福が私の日々の生き方となり、祝福の実を見させてください。種をまくなら刈り取ります。箴言、また聖書のさまざまな聖書の原則は、言葉は種なんです。じゃあ、まいたものを刈り取るんです。何度もこれは証で、何度もメッセージの中で言ってるんですけど、本当にシンプルなことを考えてみてください。毎日毎日キュウリの種をまくんです。キュウリをまきまき、あ、まきまきなんかちょっと面白い言葉になりましたけど、キュウリの種をずっとまき続けてですね、じゃあそこにスイカができることを願うんです。スイカが本当欲しいのにキュウリばっかり巻いてるんです。で、嘆くんです。ああ、なぜ私の畑にはスイカがならないのか、あの人はスイカが出て、あの人スイカ、あの人スイカできてるのに、私の畑はキュウリばかり。そうやって悩んでる人がいたら、皆さんどう助言しますか。そうです、シンプルですよね。もうキュウリの種まくのやめなさいと、キュウリ抜きなさいと。そしてあなたがスイカを見たいのであれば、スイカの種をまきなさい。もう笑い話です、皆さん、これは。でも同じことやってるんですよ、私たち。なぜ祝福されないのか、あの人祝福され、ああ、あの人が何か恵みを受けた、あの人の家庭に祝福がある、 あの人が結婚した、あの人に豊かな恵みがある、なのになぜ私には。それは自分の言葉をチェックするべきです。他の人ではなく、状況ではなく、私たちが毎日撒いているものを私たちは刈り取るんです。じゃあ本当に主の祝福と約束、命を刈り取りたいと願うなら、口が変えられることです。じゃあ口が変えられることは簡単なんですか。難しい。ありがとうございます。すぐに言ってくださってありがとうございます。ヤコブの3章には、これじっとしてない悪だと、地獄で焼かれる期間だと。なので聖霊様が望んだ時、一番最初に与えられたのが舌に関する賜物なんです。まず聖霊様は弟子たちの舌を捕まえたんです。そしたら炎が下ったんです。口が変われば生き方が変わるんです。じゃあイザヤもその飯に入る前に舌が火で焼かれたんです。エレミアは若すぎる、私にはできない。じゃあ主はエレミアのどこに触れたんですか。エレミア書1章を見ると、口に触れるんです。そしてエレミアは預言者として使わされるんです。主は私たちのどこを変えれば人生が変わるかが知ってます。口が変わることです。なのでこの口がいつも御霊の言葉で満たされますように。これは皆さん、主の味方になるか敵になるかが口にかかってるんですよ。実はこの舌の言葉によって聖霊様を傷つけるんです。聖霊様を悲しませるんです。
悪い言葉がこの口から出ることを通し、それは聖霊様を傷つけることになります。じゃあ第一テサロニケの5章、いつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスによって私たち、神が私たちに願っておられることである。その次には何て書かれていますか。御霊を消してはならない。別訳には聖霊様を制限してしまってはならない。じゃあこの第一テサロニケの5章に書かれている逆をしたら聖霊様を制限するんです。いつも怒っている、不満ばっかり言う、一分も祈らない、そして全てのことについて不平不満ばかりを言い続ける。そしたら聖霊の火が消えるんです。聖霊の働きは起こらなくなるんです。原因は皆さん、神様の側にあるんじゃなく私たちの口にあるんです。神様は夢を持っておられます。全員に、私たちに偉大な計画を持っておられるんです。なぜそれがなされないんですか。フィリピンの手紙に書かれている通り、神は御心のままに働いて、私たちのうちにこの、ごめんなさい、御言葉忘れました、読みましょうね、はい、志を立てさせ、ことを行う力を与えてくださいます。そのようにですね、書かれてますね。急に言ったので箇所が見つけられません。もし分かった方ですね、第一、はい、2章の13節、ありがとうございます。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。そうです、夢を与えるのは主が与えてくださるんです。そしてなんと主はそれだけではなくて行う力さえもくださるんです。じゃあ私たちの責任は何ですか。続く言葉14節、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。つぶやかないということです。疑わない、主に対して不平を言わない、不満を言わない、この口を賛美のために用いる。そうすると実はこれが光となる方法なんです。15節、それはあなた方が非難されることのない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代の中にあって傷のない神の子供となり。16節、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、努力したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。アメン。そうです、つぶやくことをやめる、そしてこの口から主の御言葉を告白する、神の言葉をしっかり握る、それで私たちは世の光として輝くんです。神の子としての生き方を表すことができるんです。だからどんな方法、いろんな方法を今まで探してきましたね。すごくシンプルなことです。答えはここにあったんです。どれだけ満たされても皆さん、ここが変わらなければ同じ状態に戻るんです。これはペテロは何て言ってますか。犬は吐いたもののところに戻る、豚は身を洗ってもまた泥に転げ回る。そうです、どれだけ油そぎを受け、力を受け、私たちが何か神様の召しを受けたとしても、相変わらず口が不満を言い、つぶやき、批判をし、そして本当にこの否定的なことをいっぱい言ってるなら、私たちの光は消えてしまうんです。そして実はそれは聖霊様に敵対することになるんです。聖霊様を悲しませ、聖霊様を悲しませることはイザヤ書に書かれてるんですけど、神に敵対することなんです。じゃあこの口に重要な責任があることを一緒に覚えようでありませんか。この口を主が清めてくださいます。イエス様の血潮と聖霊の満たし、御言葉の洗いを持って、もう一度マルコの9章に帰ります。後半どんどん進んでいき、終わりに行きたいと思いますが、じゃあそのような不義の生き方、罪の生き方、不義っていうのは全て火で清められなければならないんです。じゃあ永遠の滅びっていうのはなぜ燃え盛る火かというと、そこには不義が投げ入れられるからです。イスラエル、エルサレムにはですね、糞の門っていうのがあるんです。皆さん知ってますか。聖書の中に出てきますね。はい、その糞の門って実は今は嘆きの壁に行く最も重要な門なんです。じゃあなぜそれが糞の門と呼ばれたかというと、その前にはヒノムの谷という谷が今もあります。今芝生が生えた綺麗な公園になってるんですけど、もともとはそこは最も盛んに偶像礼拝が行われた場所だったんです。
そしてそこでこの自分の子供たちさえも生贄に捧げました。そしてその場所はゴミ捨て場に後になったんです。じゃあそこにエルサレムの全部のゴミを持っていき捨て、そこで燃やします。じゃあその糞の門からゴミが出て、その火の目のためにゴミが貯められて火が燃やされるので、そこは何て呼ばれるようになったかというと、ゲーナと呼ばれるようになったんです。なぜかと、いつもそこに何か不純物があり、ゴミがあり、火が燃えてるからです。じゃあ、ゲーナとは どういう場所かというと、神から切り離されて、すべての不純なものが燃やされる場所です。だから48節、なんて書かれてるんでしょうか。そこでは、彼らを食う氏は尽きることがなく、火は消えることがありません。すべての不義は、このように燃やされ続ける。しかしですね、感謝なことに、皆さん、私たちは、今生きている時に主の火によって燃やされ不純物から解放されることができるんです。それが49節書かれていますね。すべては火によって塩気をつけられるのです。聖霊の火が下る時、私たちの不義を脱穀場の隅々まで焼き尽くします。自分の感じてもいない、気づいてもいない、認識していない意識と無意識の中に働く罪さえも聖霊様は示してくださるんです。自分が今まで罪だと思ってなかったようなこと、神様の御心にそぐわないで生きてきた、それを示してくださるんです。そして示すだけではなく、この方は解決をくださる方です。それを焼き尽くし、そして主の御心にまっすぐ生きることができるものへと作り変えてくださる方なんです。なのでこの火を持って何が起こるんでしょうか。塩気が私たちの中につけられることとなります。そして50節、塩は効き目のあるものです。一緒に50節言いましょう。はい、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アメン。そうです、この塩気は効き目があるんです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、皆さん何の役に立つんでしょうか。じゃあしょっぱくない塩かけたらどうなりますか。何の意味もないんです。ただの無駄な塊です。イエス様はそこまで私たちの清さに対して、私たちの中に清さがなくなったら私たちの力はない、私たちの神の子供としての影響力は何もない、塩気のない塩と同じである。じゃあイエス様なんて言われてますか。どのようにして塩気を取り戻せましょう。だからあなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。ここに線を引いておいてください。自分自身のうちに塩気を保つ。私たちはあんまりにも人の塩気ばかり気にしすぎなんです。ああ最近慎吾牧師のメッセージなんか塩気がないんじゃないかな、あの人の祈り塩気がないんじゃないかな、あの人最近教会に来てない、この人何か神様に従順してない、あの人この人塩気がない。イエス様は人の塩気を気にしなさいと言われましたか。そうではないんです。注目すべきことは私の中に塩気があるかどうか。自分の中に塩気を保ちなさい。で箴言4章には何て書かれてますか。力の限りを尽くしてあなたの心を見張りなさい。力の限り見張ってあなたの心を、まあ、見守りなさい。命の水はここから湧く。私じゃあんまりにも力を尽くして人の心ばかり気にしすぎるんです。あの人この人、そしてもう気になったらもうそのことを訴えたり、ひどい場合はインターネットにそのまま書き込んだり、そして本当にあの人がこうこの人がこう、それを言いふらします。でも主は聖書にはおせっかいすることで苦しみに合わないようにしなさいと。じゃあ私たちが人を裁くなら裁きは返ってくるんです。人を測るなら測りは返ってくるんです。おせっかいすることを通して私たちは苦しみに合うと聖書は書いてるんです。じゃあ主はこの主にある生き方はおせっかいではなく取りなす生き方です。その重荷を自分の重荷として主の御前に祈る生き方です。そして主が見ておられるのは、あなたの中に塩気はありますか。あの人ではない、この人ではない、あの教会ではない、この教会ではない、このグループではない、この団体ではない、あなたの中にあるんでしょうか。あなたの教会の中に塩気があるんでしょうか。私たちが注目すべきことはここであり、ここなんです。
一緒に主張を保とうでありませんか。自分の内側に、私たちの教会に、そして他の教会に何か問題があったり、他の教会に何かチャレンジがあるとき、その時は取りなし祈るときです。その時は私たちは主の御心がなるように、主の助けが置かれるように取りなすときです。なので一緒に、これは私自身の弱さでもあり足りなさである、言葉の問題、それを主の御前に持っていきましょう。解決を受け取りましょう。そして私たちの中に塩気を受けようでありませんか。その結果何が起こるんですか。そして互いに和合して暮らしなさい。この和合というのはさっきと同じシャローム。塩気を保つときに初めてお互いのシャロームが出来上がるんです。今日のメッセージの結論ですね。私たちはどのように平和を追い求め、平和を作るものになることができるんでしょうか。先週のメッセージから続いている清さを愛し、私たちの中に塩気が保たれるとき、初めて世の光、平和を作るもの、神の子としての生き方、神の子としての主の御国を解き放つ、その歩みができることを感謝します。そして私たちのうちにある答えが人々に解決をもたらしていきますように。来週ですね、この礼拝の最後に月の終わりですので23献金持つんですけど、なぜ23献金と呼んでいるかというと、詩編23編、私の杯は溢れている。もう私たちは十分すぎるほど捧げ物を捧げてますね。日曜礼拝においても捧げ物を捧げ、そして10分の1も捧げ、またその他にも多くの捧げ物を捧げるんですけど、それでも私たちの人生から溢れるものを、これは働き人のために捧げよう。そのようにしてですね、この捧げ物が約6年ぐらい前にですね始まりました。一つのきっかけがあったんですね。その時に台湾に行ったんです。で、台湾に行ってある一つの教会に行きました。で、一つの教会に行った時に、その教会の知ってるプロジェクト、やっているプロジェクト、その教会の牧師先生は本当にもうお父さんのような、この寛大な心を持った先生だったんですね。そして地域の神を知らない人々に対する支援のプロジェクトもしてるんです。じゃあ教会のすぐ近くに一つの母子家庭が住んでたんです。で、子供たちが数人いる。で、母子家庭に加え、そのお母さんは重度の病にかかったんですね。そして移植手術をしなければならない。じゃあその移植手術に莫大なお金がかかる。じゃあ誰も助けてくれる人がいない。そのことを知った教会のメンバーが、教会、まあ、3000人ぐらいいる教会だったんですけど、全員に豚の貯金箱を与えました。そして皆さんの生活のあふれる中からこの貯金箱を満たしましょう。そして子どもたちは小銭を入れたり、そのそれぞれの家庭でもそのあふれる中からそれを満たしたんです。そしてある一定の期間が過ぎて、教会に持ってきたら、なんと講談が豚の貯金箱でいっぱいになったんです。なんとその合計額を見ると、移植手術にかかるお金以上のお金がそこにあったんです。じゃあそれで何が行われたんですか。手術が完全な形で行われました。それだけでなく、彼らは本当に貧しく惨めな生活してたんです。なんと彼らのマンションを借りるお金が与えられたんです。冷蔵庫を買い、彼らの全ての家具を買うお金まで与えられたんです。そして彼らの生活が満たされた時、彼らは家族揃ってイエス・キリストを信じたんです。そのように私たちのあふれる中から人々を祝福することができるんです。一つの台中という地域に行った時、その地域はもう市全体がリバイバルが起こり始めている市だったんです。じゃあ台湾の30年前の現状っていうのはどういう現状かというと、今の日本と同じ現状です。まあ、ある意味台湾のリバイバルの起こり始めと同じようなことが今この日本で起こってるんですね。じゃあ祈りの家、祈りの山っていうところに来ました。もう台湾は何やっても実を結ばない、どんな方法をとってもリバイバル起こらない。じゃあその祈りの山に80歳ぐらいのもう祈りの預言者のような先生がおられたんですね。その先生が教えてくださったのは、もう私はこの30年間ひたすら台湾のために涙を流して祈ってきました。そしてこの教会の票を買ってきて、一つ一つの教会も知らない教会まで名前を挙げて、主よ、この教会を祝福してください、この教会にリバイバルが起こるように、この牧師を祝福してください、その教会の名前を、台湾の教会中を祈って回った。
そしてその祈りの恵みがあふれて台湾にリバイバルがこの約20年ぐらい起こり始め、この10年は世界の中でも最も素晴らしいリバイバルが起こっている一つの国が台湾なんです。そして台中という地域はじゃあ市全体にリバイバルが起こり始めているんです。じゃあ台中に今から20年前1000人を超える教会は一つしかなかったんです。一つの教会だけが1000人が超える教会でした。じゃあその1000人集まる教会の牧師先生は何したかというと、とにかくこの地域の教会を力づけたい、そして週に1回地域の先生たちをみんな教会に呼んで全部ご馳走してあげたんです。してあなたの教会に必要がありますか、助けることはありますか、サポートできることはありますか、実際に人を送ったり経済的なサポート、そのようなものを持って市全体の教会を面倒見て、市全体の教会をその一つの大きな教会が祝福したんです。そしたら何が起こったかというと、それから10年経った時、一つの教会はなんと3000人を超える教会になったんです。そして1000を超える教会が次々と出てきて、市全体の教会が成長したんです。じゃあ初め70人の教会がサポートを受けていて、その1000人の教会のサポートによって10年後には3000人の教会になったんですね。じゃあその3000人になった教会はどうするかというと、自分はそのように受けてきたので私たちの教会を良くすることよりも、私たちの教会の必要よりも受けたものを与えます。そして今度はその3000人の教会が市全体の教会を面倒を見てサポートし、宣教師が必要、宣教師を送りたい、でも送るお金がない、もちろん面接します、話を聞きます。そしてその人が本当に適した人であるなら、なんと関係ない教会なのに自分の教会の経済を持ってその宣教師サポートするんです。他の教会に働き人が足りない、働き人のふさわしい人はいる、でも経済がない、じゃあ面接してふさわしい人であるならその教会に経済的なサポートするんです。本当に教会が弱く足りない、そしたら必要な働き人を送るんです。そのようにして市全体の教会が立ち上がっていったんです。じゃあその教会の目標は、その当時数年前に行った時で 25% ぐらい今教会の純利益をなんと外の働きに使っていると。すごいことですね。教会に入るすべての利益の 25% も外に撒いてるんです。で、教会はもちろんこの古いところもあり全部がきれいでありませんでした。自分たちのために使おうと思えば使うことができるけど、それを人々に分け与えている。そこで何が起こるかというと、主はその教会をさらに祝福してください、さらに良いもので満たしてくださるんです。皆さん、私たちはこのような生き方ができるんです。箴言には何て書かれてますか。惜しみなく分け与えてなおも富むものがある。正当な支払いを惜しんで貧しくなるものがある。私たちはこの生き方、神の国の生き方は惜しみなく分け与えてなおも富むものになることです。私たちは借りるものではなく貸すものなんです。分け与えるものなんです。それなので私たちは月に一度この23献金を集め、そしてもちろん私たちの中にもいろんな必要があります。働き人の必要、ありとあらゆる必要がある。でもこのものを持ってこれは他の教会を祝福していくんです。一つの祈りの家、開拓教会で本当にまだ経済的な助けが必要な教会、その教会をこの23献金をもって助けることができている、この恵みを感謝します。素晴らしい主を褒めたたえます。また宣教師たちを本当にサポートし、宣教師たちの彼らがその宣教地で霊的にも養われると同時に、皆さん霊的に満たされていてもお腹空いたらどうですか。気持ちが落ち込むんです。宣教に送り出された初めの1年2年はみんな応援します。でも3年4年経つとみんな宣教師に対しての重荷を忘れてしまうんです。宣教師たちのサポートが減っていくと宣教する気持ちも沈み込んでいくんです。じゃあ私たちの持ち物を持って宣教師を祝福することができるんです。じゃあその宣教師をする祝福するとき、私たちはそこに行くことはできない、願わくなら主よ、私は宣教地には行きたくないと思うんです。トイレがきれいなところがいい、
もう日本のトイレで慣れるとですね、選挙地とかあんまり行けないんです。また私はあんまり食べ物が合わないんです。明日からも中国もちょっと警戒してるんです。だからカロリーメイトみたいなのいっぱい買いました。食べるものがなかった時にもうこれでしのごうと。まあそれは大丈夫だと思うんですけど、とにかくですね、あんまりこの選挙地に自分自身が行くのは本当に重荷なんです。じゃあそれは役割なんです。じゃあ私たちのすべきことは、自分はいけない、でも宣教師をサポートすること、そして同じそのことを通して宣教に関わる恵みに預かるんです。そのようにしてですね、またこの23献金の中からイスラエルをサポートし、まあ、BFP を通してなんですけど、このイスラエルの貧しい人々、イスラエルの本当にこの食べ物が必要な人々、貧しい家庭、そのような人々に対するサポートを送ることができる、この恵みを感謝します。この恵みの技がますます満ち溢れますように。最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思います。これは莫大な恵みなんです。第2コリント第2コリントの第2コリントのどこでしょうか。はい、8章ですね。8章に書かれてます。8章の2節から5節一緒に読みましょう。はい、苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。アメン。7節一緒に読みましょう。はい、あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛に富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。アメン。この恵みの技とは何でしょうか。それは実際に人々をサポートしていく、働き人を助けていく、その技です。で、そのために9節読みましょう。はい、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アメン。そうです、主の豊かさはいつも与える豊かさです。なのでこの御言葉を握って、私たちは心を打ち叩き、主よ、もう貧しいままでいたくありません。私はよく涙を流して祈るんです。主よ、この我が家の経済を祝福してください。それはいい家に住むためでも生活が良くなるためでもなく、主よ、惜しみなく捧げる恵みに加わりたいです。惜しみなくあなたに捧げる、その生き方がしたいです。それなので、主よ、天の経済を委ねてください。そのように祈ります。イエス様が貧しくなられたのは私たちを富ませるためです。そしてこれは絶大な恵み、言葉に表せないほどの賜物、そのように書かれているんですけど、最後に9章の14節、まあ、10節からですね。じゃあ12節まず一緒に読みましょう。はい、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。種をまくときに、実はそれは増えるんです。種を惜しむときに実がなくなるんです。じゃあ皆さん、種を食べてしまってはならないんです。種はまくために置いとかなければなりません。種を食べるなら次の収穫が期待できなくなります。
じゃあ私たちが捧げ物を惜しむということは種を食べている作業なんです。なので貧しさのスパイラルから抜け出せないんです。じゃあ私たちが貧しさを断ち切るためにはまずイエス様の十字架の血潮が必要です。そしてその血を持って私たちは捧げ物を主の御前に種をまく。それを通して実を刈り取ることができる。まく種と実を主が与えてくださると約束してくださっていることを感謝します。そして最後14、15読みましょう。はい。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえにあなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。アーメン。なんて書かれてますか。これは絶大な恵みなんです。捧げることができるのはもうこの絶大な恵みであり、そしてこれは実は言葉に表せないほどの賜物である。なので一緒に神の国の民として皆さん主の豊かさを生きようでありませんか。じゃあ私は捧げ物をして損するでしょうか。いつも葛藤が来るんですね。ポケットにある集会においてですね、ポケットに決められた数だけを入れました。まあだいたい皆さん決められた数というと1000円ぐらいなんです。まあこれが妥当だろうと。でもですね、その集会中、ある外の集会に参加していて、集会の間中足りないよと、あなたはここに種をまきなさいと、そうですかしようと、そして財布を開いたんです。そしたらですね、1000円の次はもう大きい単位しか入ってなかったんです。閉じました。ウォンがいっぱいあったんです。主よ、ウォンでもいいでしょうか。しかしですね、主はあなたの良いものを巻きなさいと。それはまあ何かこう何でしょうか、外の集会に行っていて本当にそのチャレンジが自分の中に来たんですね。そしてもう賛美をしている間中、賛美してるけど心が胸騒ぎして、これじゃ何か足りない、でも分かりましたと。主よ、私の財布の中に入っているものなどは小さなものです。でもこれを種としてまくときにあなたが用いてくださることを感謝します。私はこれを自分の必要のために使うよりもあなたの種として用いてください。そしてもうそれを自分のポケットに入れ、そしてそれを主の前にまきました。そして私はどん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 集会に出るたびに貧しくなっていくんでしょうか。皆さん、特に祈りでの働き人は集会が多いんです。じゃあ自分たちが集会で使いながら集会でも捧げ物したりするんです。じゃあ私たちはどん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 貧しくなるんでしょうか。そうではなく、主は覚えてくださるお方、主は本当に捧げるものにその身をも刈り取らせてくださるお方、そして捧げる生き方というのは最も豊かな生き方なんです。そのような生き方を一緒に経験しようではありませんか。これが神の子に与えられている相続であり豊かさなんです。天の宝物蔵は私たちのために用意されています。時にかまって雨が、天が開かれ雨が降り注ぎ、私たちはその穀物蔵から豊かに受けて、そしてその受けたものを与えていく、人々を祝福していく。イエス様がそのように歩まれたように、私たちも祝福するものとして生きる、ものとして生きる、最も豊かな人生が与えられていることを感謝します。来週一緒にその宣教師たちをサポートするその捧げ物を集めて23献金に預かりたいと願います。そしてぜひ一緒に今週やりましょう。私たちは使わされていく宣教師です。じゃあ教会で使える働き人、祈り手たちも、もちろん会社には行かないかもしれない、ここで使い取りなす、そこに命をかけています。それと同時に電車に乗るとき、家族の中に帰るとき、すべての歩みをするとき、そこに平安を持っていく宣教師です。ぜひ今日その宣教師の招きをしたいと願います。今週また本当にこの人生を通し、主よ、学校に、職場に、また私の使わされていくすべてのところに、どうかあなたの福音の光を輝かせるものとして私を使ってください。そのように願う方ですね、今主の御前に立ち上がってください。ワーシップチーム、ですね、お願いします。お祈りします。天のお父様、私がここにいます。私を使わせてください。主、あなたの御前に立ち、今日あなたに自分自身を捧げます。
今日私は学校において、職場において、家庭において使わされゆく宣教師としての任命と使命を受け取ります。主よ、あなたが任命の油を注いでくださることを感謝します。私の口を清めてください。私の心を清めてください。私の中に主の塩気がもたらされ、そして私は世の光としてあなたの栄光を表すことができますように。しばらくそれぞれの言葉で祈っていきましょう。主よ、私がここにいます。私を使わせてください。主よ、私がここにいます。私を使ってください。
しの時、主が癒しをなされることを感謝します。特にこの今与えられる知識の言葉を持って癒しを解かしたいと願います。女性の方でですね、左の胸にこの問題があり、乳がんの疑いなどですね、本当にそのようなこの恐れがある、また実際の症状がある、そのようにですね、この胸に対してのこの問題を抱えている方のために癒しを宣言したいと思います。その方もし主の御前に手を挙げることができるなら、主の御前に手を挙げてください。今主の見える形で構いません、主だけに分かる形で構いません。癒しを宣言します。イエスの名によって、今その全ての乳がんの数値は消えてなくなり、そしてその乳がんの疑い、全ての根源はイエスの御名によって、聖霊の火によって焼き尽くされることを宣言する。その症状は消えてなくなり、その恐れは全て取り去られることを宣言する。イエスキリストの名によって癒しを解け放つ。アメン。もう一つ、耳からですね、この炎症があって、海が出たりですね、この耳が聞こえにくい、耳に対する問題を抱えているその方のために祈りたいと思いますが、その方、主の御前に手を挙げてください。主がその人に、その方に癒しを与えてくださいます。今宣言します。イエスキリストの名において、その耳の症状、声を聞こえづらく、音が聞こえづらく、またこの海が出て、その耳が炎症を起こしている、その炎症の根源となるものは全てイエスの御名によって消えてなくなることを宣言する。あなたの全く癒しが耳の中にもたらされ、今完全なるあなたの声、主の声を聞き、またこの実際の音を聞くことができる耳へと回復されることを宣言する。私たちの癒し主、解放の主、イエスキリストの名によって宣言して祈ります。アメン。
るものがこの地上のうちに解き放たれていきますように、私たちは運ぶ教会として、また御国を解き放つものとして今週も出ていきたいと思います。すべての栄光を私たちの父、子、御霊、私たちの唯一の神に感謝の拍手を持って終わっていきましょう。アメン。シャロームと、シャロームと言って挨拶して、この第3礼拝を閉じたいと思います。アメン。